全国の六甲山ファンの皆様、こんにちは、四国メタンです。今日は六甲山系の荒地山に登山にやってきました。荒地山は兵庫県芦屋市にあり、標高は549メートルです。芦屋市の花、小葉の蜜葉ツツジが多く咲いてとても綺麗です。登山道はアスレチックのようなスリルのある岩場があります。芦屋市在住の友人の王さんにガイドをお願いしました。王さんは六甲山系を知り尽くし頼れるガイドです。一昨日朝前やめた山桜以外何にも花はない。まあ、ツツジがね、今年ね、結構早いんですよ。あ、そうですか。うん、まあ、なんて綺麗なお花かしら。至る所に蜜葉ツツジが咲いていますわ。桜と公園ですね。いいな、蜜葉ツツジと山桜の共演ですね。荒地山が見えてきました。
次は私の番で登れるかしら。どなたかこのか弱いメタンちゃんを手助けしてくださらないかしら。真っ近くで豆腐なんか豆腐みたいな。写真映えしますね。あ、写真映えしますね。あ、リングボルトが2個打たれますね。ありますでしょ。はい。うわ、あ、人工陶板のこの下にリングボルトがありますよ。ああ。あんまり石で危ないです、ね。うん、なんか気をつけてください。はい。お願いします。ちょっと早いですね、動きが。あのね、画面映す。そうそうそう。はい、ありがとう。結構です。ありがとう。いい感じで、はい。ありがとうございます。まさかこの猫はここに住んでるんですか。そう、ここ登ってる。すげえ。もしマウンドで、ここ登るすごい。危ないで、もう行っちゃった。この子は分かってるね。ほら、向こうから行こう。ここ登られへんわ。これすごいわ。これは危ないわ。みんな、行こう。やめます？どこ行くの？どこ行くの？どこから登る？え、そっちから行けるの？あ、そっちから登っていく？どっちでもここを降りてまっか上だから。あ、結構ありますね。ね、この子はもっと可愛らしい。毛が長い。毛が長い。毛が可愛い。はい。なんか上等のをもらってるな。チュール大好きな。チュールやつ。時刻は12時5分。荒地山の山頂に到着しました。ちょうどいい海でした。誰がくれるんやつって。人間様の食べ物はあんまりエッグとかさ、うん、よくないと思う。あの玉ねぎもあったからね。これから、芦屋市在住の王さんに案内していただいた秘密の水場 を訪ねてみたいと思います。秘密の水場を求めて、道なき道を、全く踏み跡もありませんね、これ。はい。いえいえ、まあ冒険です。Yeah.
六甲山の山中を道のないところ、やぶこぎで進んでおります。果たして湧き水があると伺ってます。あ、これですね、たどり着きました。ようやくここです。ここは大人の隠れ家ですわ。ちょっとね、この荒地山のこのこれ、まあ、はい、師匠曰く湿地帯言うてるんですけど、はい、この辺はちょっと水が違うみたいですね。あ、そうなんですか。うん、はい、上にあるの放流水っていうところも同じような水脈だと思うんですけど、はい、みたいな。あ、本当でもいいとこですね、ここ。いいでしょう。この赤松がなんと見えない、竜みたいな、この赤松の曲がり方でしょ。ほんと面白いでしょこれ。何この曲がり方、これなかなか立派なものですよこれ。これは、残念石といって、大阪城の石垣を築くための石を、ここから切り出そうとして、どういうわけか、まあ、石垣の石には使われなくなって、ここに放置された。この石ですね、ちょうどこの石を切り出そうとして、穴が開けてありますね。結構大きいです。結構大きいですね。高座谷に沿って歩いてきました。あ、はい、ついにキャッスルウォールに着きました。あ、これがキャッスルウォールですか。結構規模大きいですね。あ、クライマーの方が、見えますね。
いちごですか。ほんとや。あ、もうちょっとした、こうなんか。これは、ノイバラだと思います。私のように可愛い、お花ですわ。でも、私にはトゲは、ありませんわ。あ、まあそこそこ水ありましたっけ。ありますか。うん、あ、流れてる流れてる、うん、あの上にね、一段あるんですよ。どこ小さい滝、あの上に、あ、もしもしもし、あの小さいので、うん、ここへメインの滝が、あ、二段になってるんです。おあ、これ何ですか。はい、あ、これね、ちょっと口に。ありがとうございました。お疲れ様でした。芦屋の高級住宅街を歩き、芦屋川沿いの桜並木に出ました。私は今は貧乏ですけど、四国家が復興したらいつか芦屋に住んでみたいですわ。なんて綺麗な桜かしら。ちょうど満開ですわ。最後までご視聴いただきありがとうございました。